はい、皆さんこんにちは。今日はですね、リアのですね、ラテラルロッドブラケット、アップブラケット、こちらをですね、交換しようと思います。今ですね、こちらの谷口さんの、よいしょ、ここに谷口って入ってありますけれども、これ谷口さんの40ミリなんですね。で、私、リアを、今何インチだ？もともと3インチアップのキットから、1インチのコイルスペーサープラス、1センチのコイルスペーサーを入れてんで、リアが4インチ半上がってるんですね。そうしましたらですね、やっぱしですね、ラテラルロッドがまたですね、水平だったのが、こう、右上がりになっちゃったんです。で、買ったのがですね、今度こちらのですね、これね、K プロダクツさんの75ミリのやつですね。今からですね、この50ミリからこの75ミリに、交換していきたいと思います。今回はですね、私がやります。はい。一応まあ彼がですね、監修役で、動画を撮ってくれるというので、撮ってもらいながらやってみたいと思います。で、今のラテの状態ちょっと見てみましょうか。はい、今これが現在ですね。こう若干こう右上がりになってますよね。これ3インチアップの時はね、ちょうど水平だったんですけれども、ご覧の通りですね、ちょっとね、若干右が上がっちゃってるんで、これで75ミリの、ラテラロッドを入れたら、水平に多分なると思いますので、なんかですね、カマキリ捕まえてきましたね。私、カマキリ怖くないよ。カマキリの、これね、交換してもらって。ああ、いいですね。じゃあ、まずですね、カマキリもここに、カマキリのおかずも増えたことですしね、こちらの方に、交換していきたいと思います。はい、それではですね、こちらの方を取っていきたいと思います。まずはですね、こちら焼き海苔を用意しますね。で、これをですね、こうちょうど、さあ、ここにこう巻いていきます。で、違うだろう。違いますよね。だっておにぎりだよね。おにぎりに今見えちゃったんで、これを巻こうかなと思ったんですけど、違うのね。まあ、ごま塩がいいんじゃない？ごま塩がいいかな。うん、もう食べちゃってる。それではですね。うん、皆さん、シャレは、さておきまして、これを取ります。取るにあたってはですね、17番。17番ですね。17の、メガネレンチで回していこうかと思うんですけれども、今思った。タイヤ取った方が本当は楽だなって思いましたけども、うん、そう思う。もうめんどくさいんで、左、こっちですね。はい。回った。回りました。あ、すごい硬い。大回りしてる感じ。マジで？うん。それ締めたい？あ、いいんか。あれ？いや、あ、本当だ。これさ、うん。何これ？こっちにもネジがついてんだね。そうだね。なんで？うん。やっぱりボルトがあれば、あ、ナットがあればボルトがあるってことだね。違う、回るよ。うん。ラチェット。うん。インパクトあるよ。え？インパクトあるよ。貸して。貸して。はいよ。一回で止めますか。で、上も緩めちゃいます。はい。よいしょ。これあれだね。うん、持ってるか。うん。ちょっと
ちょっと待って、俺、これは大変きつい。OK。はいよ。あ、うわ、これきつい、ちょっと待って。これあれか、あ、じゃあさ、うんうん、ここで押さえちゃうか、ここで。うん、そうだね。うん。逆の方がいいかしら。長い方がいいね。うん。これで。え？ここ？ここで押さえちゃう。うんうん。で、いきます。はい。え？うん。あ、すっごい硬い。うん。汗かいちゃう、せっかくお化粧したのに。オッケーだね。うん。で、あとはですね。じゃあ、はい。もうあの、文明の力で。文明の力で。これでいきますね。うん。はい、いた。で、いきますよ。はい。いや、楽だね。うん、早いよね、まさかね。かかってるね、やっぱ。うん、やっぱりね、転職かかってる。横のね、これ何？この遠見りみたいなの？それも取るのよ。ん？それも取るみたい。だよね。私、もともとこれ、ショップでつけてもらったのよ。ああ。自分でつけたこと、つけてないから、うん、これどうしようか。ジャッキ持ってきて、やった方がいいよね。うん、そうだね。ちょっとね、ジャッキを持ってきてもらいます。はい。で、一旦切ります。はい。これでいいか。こう上げるじゃん。こうね。なんか緩くな？あ、全然いいよ、ほら。そっちだ。皆さんですね、こっちの、これを緩めるとき、これをですね、やるときにはですね、右側にジャッキをかけましょう。はい。そうするともう手でこう、ほら、まだ簡単。このままですね。このままにしといてください。で、これで、こう取れました。あとはですね、この二つを取って、このものを取っちゃいたいと思います。もうとりあえず取っちゃえば、それ。そのおにぎり。うん、取るけど、今さ、うん、これを、比べてパワースクリーンなら綺麗にしようかな。じゃあおにぎり取ります。はい、うん。あ、ワッシャー入ってんだね。ワッシャー入ってんだね。うん。やっぱ合わないんだね。こういうわけじゃないんだね。ほら。はい、あ、そこにもカラー入ってんだ。カラー入って、なおかつワッシャー入れてた、うん。なるほど。こっちに入ってたね。うん。でも、K プロさんのは、うん、カラーはついてきたんですけれども、うん、ワッシャーがついてこない。うん。ってことは、うん、ぴったりになってんじゃないの？長さ一緒ですね、カラーは。谷口さんのと。うん、ただ、カラーの厚みが K プロさんの方が太い。あ、全然違う。本当だ。あとは問題は、うん、これこう入れた時に、このカラーが、うん、あれ？あ、なんか切れてんだ、これね。ちゃんとこうやって、こうだ。あ、そう、ずらして入れるんだ。これ切れてるから、ああ、そっかそっか。切れてるこうところをこう入れるんですね。あ、で、反対側はあれなんだね、ちゃんと。うん。ナットが溶接されてるんだ。されてる。谷口さんのも、は溶接されてない。ない。ああ。親切設計ですね、スケープラが。そうですね。じゃあ、純正を使うようになってるか。やっぱいいね。あ、そうですね。うん、そこにカラー入れるんだよな。ああ、あのクリアランスの後はそういうことだな。なるほど、なるほど。まあ、こうやんじゃん、うん、で、カラーを入れて、ボルトで刺すと。これ見て。はい。これちょっと某ショップで付けてもらったんですけれども、うん、名前はちょっと伏せといた方がいいのかしらね。
宇都宮にある結構大手の店なんですけれども、こうまずまあ分かる通りね、うん、こうなってこっちが一つでこっちが二個も入ってますね。つまりこれスプリングワッシャーがついてるけど普通のワッシャーがない。うん、そういうことですね。うん、ね、まあ私はそこのお店はもう行かないようにしてるんですけれども、うん、まあまあいいでしょう。で、あれ私どうしたか新しいやつ。ん？あ、これか。うん、これと、うん、カラー。カラーここだよ。と、あ、そう、こっちはついてるから。うん。これでちょっと、ケープルさんのは、谷口さんのは、要は、これと、これが入ってたんですね。クリアアナウンスを取ると。要は、ここに入ってたんですよ。ここにね、こうやって、ほら。うんうんうん、だけど、ケープロさんのはどうなんだか、これをここにかまさないとダメなのか、どうか。ついてなかったのが大丈夫なんじゃない？ちょっとですね、つけないでやってみますね。うんうん、あ、ぴったりだわ。あー、ケープロさん、ほら、ぴったり。ぴったりだね、うん。ちなみにじゃあ、谷口さんのはどうなったかっていうと、一緒だね。ピッシャ、一緒だ一緒。ぴったりだよ。じゃあなんでこれ入れてたんだろう、うん、そこのお店の方。それさ、本当はさ、外側につくんじゃないの、そこに間にかませんじゃなくて。ここそう。まああの、宇都宮の某ショップの名前は言えませんけれども、うん、私そこ二度と行かないんですよ、いろいろあって。うん。うん、本当は言いたいんだけどね、これ名前、うん。まあね。うん。そうだ、今カットするよ、今のピーってなる。手締めで、仮止めで。ここはね、こうちゃんとこれが溶接され、見える？そう、純正のやつだよね。溶接されてるんで、うん、ここはあの、このまま閉めて。うん、19? あ、17じゃない。19だね。あれ、山穴があったら怖いんだよね。あ、大丈夫だな。大丈夫？うん。大丈夫だね。大丈夫。なんでラテが斜めになったの？もう、バッテリーじゃん。で、何回目。で、これなんですけれども、ここはですね、谷口さんの、これ谷口さんのやつなんですけれども、これどう見てもステンレスなんですよね。ステンレス。で、これケープロさんももう名前言っちゃいますけれども、いいんだよね。もうさっき言ってるか。うん、これ鉄、ステンじゃないんで、これ谷口さんのやつをちょっとこれパーツクリーナーで綺麗にして、こっち。ステンレスの方を使わせてもらいたいと思います。はい、これは使えません。はい。ちょっと今、パーツクリーナーで綺麗にしようね。うん、これ錆びてる？鉄の方のあれじゃないの？錆びがくっついてるんじゃないの？違うな、それ鉄だな。ボルト。鉄っぽい。じゃあなんでこれだけあれなの？線なの？いや、そのボルト1個だけ鉄なんじゃないの？多分、宇都宮某ショップがつける気になって、一個なくしちゃって。あ、なるほど。が、これつけとけと。あ、なるほど。すげえショップだな。どう思います、これ。うん、鉄だね。片っぽはね。これは？ん？こっちがステンだよね。左側は。こっちがステンだよね。いや、そっちが鉄だよね。こっちが鉄じゃない？そっちステンでしょ。ピカピカしてるの。錆びてないじゃん。軽いよ。うん。だって、錆びてねえじゃん。うん。あ、ここに書いてあるなんか。あ、ほんと、すごい綺麗。うん。光る、服と、うん。そう。これは？鉄。どう？これ、線だね、これね。あ、これ光んない。あ、全然違いますね、うん、皆さん。うん、その、彼に言った通りにですね、うん、宇都宮の某ショップ名前は言えないんですけれども、見てください。片っぽはステン、片っぽは鉄、イコール、よし、じゃあ、つけるか、春さんのやつ、つけてるときに、ステンのビスを、あれ？どこ行っちゃったよ。いや、いや、この鉄のでいいや。これでつけちゃえ、っていう、です、ことですよね。そうですね。どう思いますか、皆さん。まあ、そこのショップはもう二度と出入りしてないんですけど、私は。
ですね、今ですね、うちのストック、私のネジストック場にですね、1個304、うん、ありましたね。で、これが谷口さんの、304も一緒ですね、304、304。よくそんな乳縮めんな。うん。何が言いたいの？はい。何が言いたいの？はい。それではですね、これをつけていきたいと思います。はい、じゃあこの鉄は、まあ一応まあなんか使えるかもしれない。取っとくか。うんうんうん、ね。じゃあこれを。あ、これ、ラテつける前の方がよかったんじゃないの？あ、確かに。これ先だよね、うん。こっちがね。そうだね。やっぱ、トミリ。うん。やっぱ脇から先締めた方がいいよね。ん？こっちの方が都合いいかもしれない。動くじゃん？うん。入るよ、これ。うん。いいんだよね。うん。飲むかな？うん。OK。緩んじゃまずいからね。電解締めした方がいいよ。こっちも。はい。OK。はい。で、何？で、あの、メガネで19で、うん。さらに増し締めした方がいい。ラテは緩んじゃうとね、良くないから。締められる限り。うん、のの字。もう絶対力入んないよね。うん。やろうか。うん、これでやってもらいます。なんかラテラルとかしなってるよ。うん。ねえ。こう。しなってるけど大丈夫？うん。これをガッチリしまうとダメなもんだからね。ああ。ダメなもんらしいからね。うん。あ、本当だ。まっすぐ。まっすぐですね。今からですね、ちょっと思想に行ってくるんですけれども、今ね、その前にですね、ちょっと彼に見つけてもらったんですけども、これ、わかりますか？青虫がいますよね。で、なんかこれ、周りに糸張ってますよね。これ彼が、さなぎになる準備をしてるよって教えてくれたんですけれども、プラスね、どんだけ車洗ってねえんだよって今言われたんです。でも綺麗なんですよ。ほら。ほら。綺麗でしょ？光ってますよね。ほら、この辺。ね。まあまあ。この辺とってこの辺、この辺。まあまあ、そんな感じでですね。これはちょっと思想に行ってですね、ラテラルロッドのまあ、この、落ち着き具合を見て、で、プラスタイヤの後、出幅ですね。まあ、タイヤの出幅をまたここで、ね、ああだこで言うと、ね、いろいろ賛否両論あるみたいですから、まあ、とりあえず、こんな、青虫の幼虫が、インタークーラーエアダクトのところに、サナギになろうとしているという、ハプニングでした。自慢のランボルギーニ本。なった。ハルさんが今市場行ってるんで、俺はね、待ってんの暇なんで、ビールをいただきます。3時なんでね。あ、帰ってきた。早いな。やかましい。ぷっぷっぷっぷ。ちょっと待って。そう、変わっ。ちょうどボディでこう見るとこうじゃん。これ見方によって変わっちゃうよね。そうだね。だからちゃんと目印で。あ、引っ込みすぎてっかな、今度。引っ込みすぎたかな。あ、引っ込みすぎた。
ここじゃん。ああ。ブロックのあれが見えてる。もうちょっと、もう若干。若干何？下に回して。こんなもんじゃない？うん、そうだね。こんなもんだね。でも、猫ママさん。違う？あ、飲めよ、また。大丈夫だ。うん。OK。できました。完了。うん。はい。あ、疲れた。これね、俺これパッと見た時にね、アップって書いてあると思った。UP ってね。UP って書いてあるなと思ったら、ひらがなの湯だったそうです。お風呂じゃないんだから。というわけで、はい、お疲れ様でした。はい。以上、ラテラスロット、調整ブラケット、交換。焼きのり。お疲れ様でした。はい。